皆さんおはぼーい、こんにちは。あ、今回の動画のコンセプト、私たちで何をやるか、キャンプ道具を作る。はい、英語にすると、メイクアップキャンプツールキャンプツールですね、はい、これが今回のタイプになります。はい、まあキャンピン、キャンプ用具を作る、英語にしました英語にかっこよく英語、はい、まあ略してメイキャンですね。メイキャンかっこいいっす。で、第1弾は何を作りますか。第1弾はまあその簡単に作れるもの。簡単に、例えばではテーブルとか。じゃあ折りたためるテーブルで、じゃあ1弾やってみましょう。はいはいはい。で、折りたたみのテーブル、頭浮かんでます。まあまあ、なんかこういう簡単に折りたためるやつまあよくあるやつこういう感じで、こういう感じで、そう、じゃあこういう感じでまず絵描きましょう、うん、多分自分の中でこういう感じじゃないんで、あ、違う、あ、違う、はい、じゃあまず描きます。じゃあ、はい、じゃあここからちょっと、はい、でもすごいいいこと思いついちゃったんですけど、でも夢で終わりそうだなと思って、真ん中に焼き台入れたいなすっげー恥ずかしい絶対すっげー恥ずかしい。いきますよ。はい、いい、せーの、せー、これ映ってんのかな。映ってる恥ずかしい。え、ちょ、一回公開してみません。一回公開して。いや。なんだこれ。さあ。見て。これわかんねえ。これなんすか。ちょ、待って、ちょ、これネジ。いやね。まあ、この横が一番わかりやすいかもしれない。そう、あとこれが最初で、なんか横描いてたら最初に思い描いてたので、奥が、まあ、なんかちょっと横みたいに描いたら立体っぽく見えるかなって。斜めに置いてるよっていう。そう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 、ちょっとだからちょっとこっち近くない。で、最後横描いてたから横描いた方がイメージしやすいかなと思って横描いてたこれ分かりやすいですね。え、これ柱はどうするんですか。2本だけなんですか。バツ2個。いや、4本描きたかったんだけど。柱4本作るってことですか。いや、4本かな。そこはちょっとなんか分かんない。はい、分かんない。これは、あ、でもなんとなく分かんない。これは4本なんでしょ。4本です。4本プラス、そうです、もう1本このこれがある、これがもう1本あって、うん、それをつなげる、うん、長い。で、折りたためるっていうのはどういう感じで、こうやっぱ足、この足がこう、なんか、うん、下に入ってる。そう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 。あ、これ穴っていうのは何？何の穴？いや、こうフローリングみたいな板なんですよ、これ。あ、それはすごいわかる。私もなんかそのなんか木の目みたいな。だからこれ何センチか書いてた。そう、だからよくあるそのテーブルとか使えて4、5センチ。組み合わせで、そこにドリンクホルダー的な穴入れたらいいかな。あ、穴開きが必要なんだ。穴開き加工入れとこ。そこどうすんの。なんかあれでいいんじゃないですか。なんかストレートカップははまんないみたいな。あれじゃないですか。あ、ちょっとこうペーパーになって斜
めになってる、だったら入るよみたいな大きさにしとけば、結局どっちが作りやすいか、これどうします、誰が決める、誰が決めてもらいます、あ、どっちがいいか、どっちの方が有料、絶対こっちの方がいいですもん、なんでどうして、穴のある感じとかまあそう、え、そこのなんかいいポイントを教えてください、これは穴があるっていうのはすごい大事、いいポイントなんてないよ、じゃあもう負け、普通に折りたためるっていうので負けですよだって折りたためるし穴あるんですよこれ穴を開けるメリットがないと思う、そういう上に置けばいいじゃん別に、いやこうさ水滴とかあるじゃないですか、ああ確かに、じゃあそっちの方がいいか、出るんですか、これに穴開ければパクリっすよそれどうします、誰に決めてもらう、いや誰かしないって言うのもないです、じゃんけんに決めましょう、じゃんけんさん最初はグーと始めましょう、最初はグーじゃんけんぽい、じゃあこっちで決まりで、じゃあ次回はどうします、材料買いに行くとか始めます、次回はちゃんとした設計図書いてもらうっていうのどう、じゃあそれでこれをちゃんとしたものにして材料買いに行こうと思います、ちゃんと測ってね、バイボーイバイボーイ。